おはようございます。こんにちはか。3月6日です。イノシシの反撃が始まりました。イノシシの反撃が、こう菊芋を植えてるところ、まあちょっとですけども荒らされてますね。向こうを僕は攻撃したので、この野郎この野郎というところで、ここまで、進出してきたのかな。ということで今日は、石垣を積む予定でしたけども、この、ブッシュをちょっと、開いていこうと思います。見てろよイノシシ。おはようございます。皆さんこんにちは。お昼ですね。こんにちはです。イノシシの逆襲始まりました。菊芋の畑、今この仏の座の畑に貸してますけども、もうすぐしたら菊芋が出てきます。ここを直下を出しましたね。この3平米くらい、向こうを攻撃されたので、この野郎この野郎と仕返しに来たんじゃないかと思います。ということで、ここも来てる、ここにも入っとる、ここにも入っとるな、でも、ここにも、おお、玉ねぎもちょっとちょっかい出しとるけども、やっぱこのネットのところには寄ってきてないな。ネットは効果的だな今のところ。マリー君大丈夫だったかい。ここまでやられとるな。ということで今日はね、向こう石垣を積もうと思ってましたけど、急遽変更してさらに向こうにイノシシの領域に進んでいきたいと思います。そう来るならこう来るぞという感じでしょうかね。バーサスイノシシ。No.